なんだか外が騒がしいと思ったら、ドアを破って何か黒いものが飛び込んできましたわ。やだ、生ゴミでも放り込む作戦かしら。黒いゴミ袋はいけないのに。マナー知らずな町ですわ。ひどい目にあった。あら、生ゴミじゃなくて男の人ですわ。あいつら助っ人を頼んだみたいね。飛んで火にいるなんとやら、あまり役には立たなかったみたいね。さっさと踏んじばってしまいなさい。はいはい。あら、お姉様、なんだかひ弱なガンマンだと思ったら、結構ナイスなお顔の坊やですわよ。どこど、あら、ほんと。でもルベウス様には負けるわね。うん、私、あまり好みのタイプではありませんわ。ああ、何をもたもたしてるの！どきなさい！私が縛り上げてやるから！ほら！立つのよ、坊や。あらやだ。本当にちょっといい男ね。義君。あなた、どう？私のツバメちゃんになる気はない？そうすれば命だけは助けてあげるわよ。結構です。はい、遠慮します。照れてるの？それとも。嫌というなら今すぐ死んでもらうわよ。神の御前でなんてこと！あなたたち、そんな恥さない行為は慎みなさい！うるさいわね！ペッツお姉様に新しい恋が訪れるかどうかって時に邪魔しないでちょうだい。そうよ、これ逃したらお姉様、次のチャンスはいつになるやら。そこ、うるさいわよ坊や。今夜は返さなくてよ。いけない、いけないわ。あ、いや、やめろ、ベルトに手をかけるな。唇だけは。